キリストに加冠される皇帝コンスタンティノス7世の造下浮き彫り。コンスタンティノスの上にニリシア語で、コンスタンティノス、神に、アウトクラトール、キリストとコンスタンティノスの間に、ローマ人のバシレウスと書かれている、アウクトラートル、アルファータウとカッパロータウの合成語由来の、自立した支配者、セルフルーラー、自分自身を支配する単独者は、上位の者に拘束されない絶対的な権力を、 有する個人に適用されるキリシア語の称号である。歴史的文脈ではラテン語の称号インペラトルの訳語としてローマ皇帝とビザンツ皇帝や軍の司令官に適用された。ビザンツ様式の絶対君主制との関係は現代の先制政治や先制君主の用語に引き継がれている。現代にリシア語ではこれは皇帝を意味しオートクラピラの称号は 女性系であるこの称号は、紀元前5世紀の古典時代のギリシャに現れ、最高司令官などのと、独立した権威を与えられた将軍に対して使われた。アテナイにおいては、ストラタジョイ・オートクリトアーズは、自律的に軍隊を指揮できる将軍だった。すなわち彼らは事前に民会に諮ることなく、外交上の決定を行ったり、独自の軍隊を作ることができた。このような指揮権は、 例えば、シュケリア遠征の間など当てないから遠く離れた場所で、指揮することになると予想される将軍に与えられ、その将軍は帰還するまで彼の指揮に対して民会に、説明責任を負い続けた。同様の観光は白草など、他のギリシア諸都市でも見られるようになり、白草ではその職務はいくつもの都市の選手にとって、権力源となった。ストラタジョイオートクリトアーズも多くの都市から、 構成される都市同盟の軍隊を束ねて指揮するために都市同盟によって任命された。マケドニアのピリッポス2世はコリン都市同盟によって南ギリシア諸国のヘーゲモーン及びストラティゴス、オートクレイターと宣言され、さらにその地位は後に彼の息子のアレクサンドロス3世に与えられた。この用語は全権大使の権限を委任された施設にも採用された。 イラン語軍においてこの用語、ハワタは、主権者独立した支配者は、ギリシア語のオートクレーターから意図的に借用されたものかもしれない。時代が下ると、共和制ローマの勃興とともに、ストラティゴスオートクレーターは、ギリシアの歴史家たちによって異なる。ローマ人の用語に翻訳されて利用された、ポリビオスは独裁官の称号をこの用語を翻訳して、用い、 全48年のエフェソス出土のカエサル検証碑文に登場し、プルタルコスは外戦称号インペラトルの訳語として、彼の時代の意味でこの用語を用いた。オートクレイターはローマ帝国の時代を通じて、後者の公式の訳語として定着した。ローマ帝国では、インペラトル、インペラトルはローマ皇帝たちの称号の一部だった。称号は629年に、 皇帝、ヘラクレオスにより、ギリシア語の称号が採用されるまで、ラテン語からのギリシア語訳語として使われ続けた。東ローマ帝国では、儀式で利用される古風な形式の称号として残り、2、ボスレアス、海オートクレイターがいる場合には、実験を有する優越している方の皇帝を示した。パレオロゴス王朝では、この用語は、定位継承者に指定されたものを含むようになった。 称号は912年以降ビザンツ貨幣の名文に見られるようになり、11世紀以降は皇帝の金印直書や多くの写本で見られるようになった。ストラティゴスオートクレーターという用語の方は、全ビザンツ時代を通じて使われ続けた。この称号は6世紀に特に流行し、10から11世紀に上位の軍事司令官を表すものとして再度現れた。このように、例えば、 バシレオス2世は、ダビド・アリアニテスを、テマブルガリアのストラティゴスオートクレーターとして、任命して、北部ブルガリアにいる、他の地域的なストラタジョイを超える権力を持つことを、明白にしたのだった。ビザンツ帝国の称号形式は、ジョージアやバルカン諸国や、その後のロシア・ツァーリ国などビザンツが影響を持っていた、諸国の間でも模倣された。ありがとうございます。